こんにちは、速稼塾の久保です。今回は小野田さんとウォートー君との関係について私の方からねお話ししたいと思います。まあというのが、小野田さんと最近やり取りが動画でありましてね、動画のやり取り以外にもいろいろあったんですけども、今回は動画のやり取りで、この6万長者合宿の番外編ということでね、ちょびっとこうあったんですよね。でそこにつけて、まあ私の方にメッセージがねシークレットできまして、シークレットというか、まあメールできたんですけどね小野田さんとウォートン君との関係を久保さんなんか知ってるんじゃないですかってことなんで、この動画を持ってですねお答えしようかと思います。というのが、まあ、知らないんですよそれだけです。私と小野田さんとそれからウォートン君との関係で、まあこれはどうかなって言えるのは、まあ、小野田さんがウォートン君っていうのをいろいろとね、紹介してる中で、他にねウォートン君のことを熱々と語っている花龍馬さんって方がいらっしゃったんですよ。で、お、花龍馬なかなかウォートー君と小野田さんとの関係でこれアクセス狙ってんじゃないかなと思ったんで、その花谷龍馬さんに私は花谷龍馬さん宛ての動画を撮って、見るかどうか分かんないけどもやってみたら、花谷龍馬さんがその動画を見てね、やられたみたいな感じで、うわすげえみたいな、なんだこの衝撃やみたいな感じで、 YouTube って普通1対多数、なるべく多くの再生数を稼ぐために、なるべく多くの方に抽象的に伝えるためにやるんですけども、名指しで来ると基本的にはその名指しされた人以外は別に見ないわけじゃないですか。だってワントゥーワン、一人から一人のメッセージですから。でもそれをあえて一般公開することによって2つの効果を生むんですよ。一つはですね、あれ自分一人に向けた動画なんだ、なんだこの嬉しさは喜びはみたいな感じで、感じるものがあるんですよ。またその時花谷龍馬さんは、チャンネル登録100人か200人ぐらいの、まあ、ちっちゃいねYouTuber だったんですよね。当時私は1万人ぐらいいましたんで、その差100倍あるわけですよ。で私からすると、今私1万5000人ぐらいの登録者いますんで、150万人のチャンネル登録がある有名 YouTuber さんからメッセージが来たみたいな感覚なんですよね。まあそれは私が狙ってやったんですけどね。で花谷さんがすぐに私への返信動画を作ってくれて、それから彼との付き合いが始まったっていうのが私のウォートー君の思い出なんですよ。ウォートー君自体私は興味がないし買ってないし、よく動画も見てないんで分かりませんけども、花谷龍馬さんは70万円ぐらい買ったって言いましたね。で70万円損したけども、そのおかげでこの出会い、小野田さんとも会ったし私とも会ったし、その他速稼塾並びにネットビジネスに携わってる人の多くの有名な方と出会ったことが、もう70万円で買えたんだったらもう万々歳だっていうふうに言ってましたね。まさにそうなんですよ。投資ってのは損すること前提なんですよね。もしかしたら損するかもしれない、もしかしたらダメかもしれない。で 100% うまくいくと思って投資する人なんていないわけですよ。でその期待はね持ってると思いますけどね。ただそうならなかった時にどういうリスクヘッジを自分で持てるかってことなんですよ。それは投資で知り合った方との関係を続けていけるか、それとも投資がうまくいかなくなったら投資で知り合った方とかも関係なしになるのかってことなんですよね。だから私はね、ウォートー君そのものは分かりません、どういう評価なのか。ただ私はウォートー君は今ね振り返ってみたら、まあ参加しない方が良かったんじゃないかなっていうのはね思うんですよ。ただ当時は可能性があると思った人しか参加してないですからね。で私は知らなかったんで参加できなかっただけなんですよ。まあ、小野田さんが紹介する案件っていうのは結構ね私も取り組んで、全然ね、まあ、友人のお話なんで、なんか思うところはなく参加するわけなんですけども、それについてね結果が伴わなくなったから信頼関係が壊れるってこともなくて、むしろそういったオファーでうまくいかなくなっても続いている関係がやっぱ信頼している関係なのかなっていうところですよね。まあ、ですのでウォートークに関しましては、私はもう何も知りませんと、で私の思い出としては、小野田さんがウォートークの動画を上げていて、それを狙って花谷龍馬さんという新進系の YouTuber さんがウォートークのネタを上げていって、そこに私はあこれ狙ってやってるなと思ったんで、花谷龍馬さん向けの動画を作ったら彼との関係が深まって、引いては小野田さんと直接会う場所ができたということでね、まあ、まさにねYouTube っていうのは人と人とをつなぐんだなっていうところに落ち着いたわけでございます。本当はね投資はなくなることを前提に資産を投げると書きますんでね、なくなってもいいやみたいな感じでいかないと、やっぱダメですよ。紹介した人のせいにするなんて本当にね、だったらもうやんない方がいいです。ビジネスでも投資でもどんなことをやってもヘマすることはあるわけですよ。間違った情報をつかむこともあるし、なんていうんですかね、誰が信じて行動したのかってことなんですよね。結局最後は自分で決めて自分で支払ってるわけですから、まあ、人のせいにすることもねできないかなと思います。で信頼できないなこの人はと思ったらもう見なければいいわけなんですよね。
でそういう風にしてると思いますしね、この人の言うことをまたか、また変な案件進めてきた、もう買わないぞ、もう騙されないぞと思うんだったらそれでいいですし、そうやってだんだんね、自分の見る目っていうのが養われていくと思うんですよ、うん、で投資最初から言われた通りに買って全部うまくいきましたってことはないんですよ。誰かがこれはいい案件ですよって言っても最終的に判断するのは自分であってね、で100人いたら100人の見立てがあるわけですから、有名人はいいって言ったけども無名な自分はいいとは思わない、だったらそれでいいわけですよ。有名人がなんかいいこと言ったから、影響力のある人が進めてるから、たくさんの人が参加してるから、こんな根拠でも何でもないですからね。むしろ人は裏付けがあるからこそ騙されてしまうので、裏付けではなくてちゃんと自分でね、リスクヘッジができてるのかどうかです。信憑性とかどうかじゃなくて、それがポシャった時にどういうふうな影響を自分の人生に及ぼすかってことを考えて、破綻寸前になるようだったらそれはねちょっとやりすぎなんですよ。数字で言うと大体自分の余剰資金、資産のうちの100分の1を投じるのが投資に関してはマックスですね。もうそこまでしかできないです。そうなるとそれが倒れた時でも 99% の資産が残るからどうってことないわけですよ。でそうしたらね、儲からないって思うでしょ。力量がないうちは儲からないんですよ、投資は。だから投資から始めるんではなくてビジネスから始めた方がいいと思います。とりわけ情報ビジネスですよね。失敗してもロスがないわけですよ。1円も損しないと。でもうまくいったら利益だけが取れていける、そういった情報ビジネスをやればいいんじゃないかなと思います。例えば最近でしたらみんなの銀行ってアプリがありますんで、あれを進めることによって1000円2000円と積み上げていくのはどうかなと思いますよね。あれを軽んじる以上はもうね、やられてもしょうがないと思いますよ、うん、私はそういうふうに今回の動画結論付けさせていただきます。ウォートークに関しましては重ねていますけども、全く知らないし参加してないし調べようとも思わないですね。詳しくは小野沢さんに聞いたらいいんじゃないですかね。以上です。